沖縄阿蘇ビジネスイエーイ始まりました。この急ピッチの中、今急に始まった阿蘇ビジネス、はい、あら、なんあ前に出ていただいた、はい、覚えてますか皆さん。覚えてます。リアちゃんが今日はなぜかこんな素敵な人の隣にいて、いつも隣におっさんしかいないんですけどですねこのわちゃわちゃ感すごいなと思って、はい、今日全然まだ来てない人もいまして、ね、わちゃわちゃしてるんですけど、台湾から来た私が早かったですね。一番乗りでした一番乗りでしたね、はい、実は今日ですね、第20回の沖縄阿蘇ビジネスなんですけど、おー20回、はい、はい、いつもはですね違うブースでやってるんですが、はい、今日はですねちょっとあの思考を変えてこの、はい、まあ、ソファーに座っていただいてやってるんですが、はい、なんとですねあのプチ忘年会スペシャル、忘年会、はい、ちょうど時期ですもんね。いいですね。師走の時期で、はい、これを始めようと思ってるんですが、はい、なんとですねもうこの今までたくさんのゲストがですね、はい、来ていただいてまして、はい、もう一人ずつちょっとお呼びしながら、なんかその今年の1年間とか、はい、阿蘇ビジネスっていうこのラジオ出てどうでしたとか、はい、阿蘇ビジネスの仕事してますかみたいなことをどん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 膨らましていこうかなと、はい、いいですね。皆さんにいろんなお話が聞けたらね、すごいですね。いい時間になると思います、はい、この阿蘇ビジネスはですね、はい、私、まあ、MC の、まあ、豊平サッチーと言うんですが、はい、まあ、私の方で、まあ、MC でお届けしております。このテーマはですね、はい、大人が本気を出せば遊びもビジネスになるっていうところで、まあ、半年の期間でいろんな話をしながら、結局話して終わりってわけじゃなくて、はい、その、まあ、ある社長さんの話とか、はい、まあ、あるクリエイターの話とか聞きながら、それを実現化していこうよっていう企画のもと生まれたラジオなんですよね。素敵です。そう、じゃあどういった実現化がいいのかなって思った時に、例えばイベントでもいいですし、うん、まあ、ある食品メーカーだったら、まあ、商品作ってもいいですし、なんかそういうもののきっかけで最終的にアウトプットをしていければいいなっていうところで今繰り広げております。素晴らしい、素敵です、はい、でそれですね、まあ、今までいろんな、まあ、アシスタントも来ていただきまして、はい、まあ、こんな女性のアシスタント初めてドキドキしてるんですけど、実はですね、いろんななんか変なシーサーアーティストだったりとか、あーなんかね、聞いたことありますね、奇抜な県内のなんかマジシャンだったりとか、はい、マジシャン、この大人たちどうなのみたいな、うん、そのいろんな人を呼びながら、はい、わちゃわちゃ話をするんですけど、まあ、最終的に、まあ、結果こういうのもできましたよって報告しつつ、はい、今日はもう今まで来ていただいた方に、うん、まあ、話を聞きながら、ね、楽しんでね、はい、進めていきたいと、いい、ね、この打ち合わせなしでありがとうございます、はい、いえいえ、とんでもないとんでもないまずですね、はい、第一弾として今日ちょっとお酒をですね、まあ、周り用意をしておりますので、ですね、もうとりあえず飲んでます、もう飲んこれなんか飲んでる雰囲気、飲んでますかね、雰囲気ですよね、なんか飲まれてる感じで、はい、とりあえずまあ乾杯をしたいなと思うんですけど、はい、ました、私たちもちょっと打ち合わせ的には、はい、シーサー乾杯というのがありまして、はい、でもあのシーサー乾杯をする人が今いないんですよね。ですよね、全然見えませんよね。怖いですよね、多分なんかどっかシーサーに食べられてるのか、どういうんだろう、噛まれてるかもあるので、ちょっと私の方でまず乾杯を、はい、なんですかね、エピソード1みたいな感じで、まあ、乾杯をしてそこからですねちょっといろんな目玉の今日はイベントがありますので、はい、ちょっと繰り広げていきたいなと思います。はい、はい、ではとりあえず皆さん乾杯をお願いしたいので、はい、右手にグラスを、缶ビールを缶中さんをお願いしますっていう感じで、はい、とりあえず飲みたいんで皆様、阿蘇ビジネス今日は来ていただいてありがとうございます。乾杯、乾杯、乾杯、乾杯。今日はですね、次の段取りは決まってまして、はい、県内の、はい、なんですかね、僕今までいろんなマジシャンに会ったんですけど、すごい面白いマジシャンの方がいまして、マジシャン、はい、もしかしたらちょっとこれ一世風靡するんじゃないかなと、いうぐらいな、まあ、技術力もあり、はい、今後ちょっとこれやばいな。そんなすごいんですか？すごいんですよ。県内の方に、はい、うん、いただいて、はい、もう県内だけじゃ僕はちょっとなんかわさわさしてまして、はい、県外に行ってもらいたいな。そうですよ、もったいないですよね、県内だけにとどめとくのは。ちょっと僕ね、教授なんですけど、ちょっとプロデュースさせていただいて、はい、ちょっと来年からちょっと県外での沖縄マジシャンをちょっとどんどん人気出して売り出していきたいなっていう。素敵ですね、はい、もうどんどん外に出ていかないとですよね。そのマジシャンを今日いるんですよね。あ、この
中に。この中にいるんですよ。いるんですか。あら、紹介したいなと思うんですけど。はい、ぜひぜひ。はい、準備は大丈夫ですかね。このわさわさしてる感じですけど。OK です。よろしいですか。じゃあ紹介します。天才マジシャンジンさんです。天才マジシャンジンさん、お願いします。どうぞどうぞ入ってください。イエーイ、ようこそ。ジンさんとですね、いろいろラジオで、はい、どうぞ、一緒に、まあ、アシスタントやってもらって、マジシャンなんでちょっと顔をちょっと隠してるんですよね。あ、そうなんですか。僕らモニター見ないで喋るの初めてちゃう。初めてですね。どんな風に映ってるか見たくなって、こう向くと映ってるのは横向いてるんだよな。あららら、なんか後ろ髪も見えますよ、ちゃんと、うん、でですね、今日はこのマジシャンジンさんですね。ジンさん、はい、あ、ごめん、はい。オープニングマジックを、そう、はい、実は簡単なもんちょこちょこって持ってきた。用意されてるんですね。今日ラジオ忘年会ってことで、はい、今日あれだな、今回出てもらった方、いろいろゲストの方何名か呼んでるんで、はい、その方にありがとうございましたって恩返しでちょっとマジックを2つほど。あー、やったー。2つも、もうここで見れるんですね。ここでやっちゃいます。やったー。やっちゃっていいのかな。もういいんですか。もう、はい、あ、いいです。お願いします。はい、じゃあ始めていきます。はい、マイク必要ですか。いや、マイクは必要ないですか。実はですね、もう、はい、県内でずっと活躍しておりまして、はい、まあ、いろんなバーとか保育園とかいろんなところで、いろんなターゲット層の中でマジックを、お、火つけちゃいましたよ、はい、一番得意なのがファイヤーマジックを、はい、すごい、すげえ、こんな近くにいるのに何にも見えませんでした。分かんなかった、分かんなかったです。この距離でも30センチぐらいですよ今。これ、なんですか、これ可愛い鳩の絵。これ鳩ですよね。はい、鳩。鳩です。はい、鳩です。お、ボトッチだ。はい、今鳩が出て。え？いました、皆さん今。今、鳩今、大丈夫ですか、鳩。え？事件じゃないですか、大丈夫ですか。あらら。鳩大丈夫ですか。可愛い。可愛い。これ何ちゃんって言うんですか。ポッポちゃん、ポッポちゃん、ハトですね、ポッポちゃん。これの前はちょっと過労死で死んだから。過労死マジック、ポッポちゃん、あ、僕のマジックこんなもんでよろしいですか。いや、もう最高ですね。オープニングマジックでした。ありがとうございます。ありがとうございます。では、ジンさんこっちに足、隣に座っていただいて、片してから、はい、片してから行きましょう。はい、いやー、すごいですね。びっくりしましたね。まあ、分かんなかったですね、この距離で。本当にマジックって、多分これぐらい初めてなんですよ、こんな近くで見るの。本当ですか、イエーイ。これぐらい近くで見れば、誰なんかすぐ分かるかなと思ってたんですけれども、はいはい、全く分かりませんでした。僕ですね、昔ラスベガスに、はい、デビッド・カッパーフィールドっていうマジシャン見に行ったことありまして、はい、すごい素敵だったんですよ。何一つ種は分かんなくて、でも、ここ数年、このマジシャン、ジンさんとちょっと触れ合うようにお付き合いさせていただいて、はい、テレビに出てる約7割ぐらいの種が分かるようになってきたっていう、はい、いろいろ教えてくれるんですよ。あら、じゃあ私もぜひ知りたいですね、いろいろと。マジックは演出って言いますか、見せ方がやっぱり上手くないとできないっていう、はい、あ、そうそう、同じマジックでも演出の仕方によって、はい、現象は同じなんだけど演出の仕方によって全然スケールが変わってきてる。あ、スケールとか、あとはそのバレちゃうとか、そういうことがですか。あ、すごい、でも本当に分かりませんでした、2つともこんな近くにいるのに。いえいえ、ありがとうございます。もう専門は本当はクロスアップって目の前で見せる手先のマジックなんだけどね。あ、じゃあ本当にもうカメラが近く、そうです、360度囲まれた状態で。あ、すごい。いや、すごいですね。もう、でも県外ですね。県外どうですか、このフィーバー。そうそう、今のこれそういうのを作ったんだよな。作りましたし、はい、しかももう大掛かりな、うん、その なんだろう、箱に入って人が消えるとか、そういうのもできるの。そうそう、人間がいきなり檻から出てきたり、はい、逆に消えたり。そうそうそう、それってされる側、例えば私でも消えれますか。打ち合わせすれば。打ち、あ、多分いけますよね。消える側もマジシャン。できる。出なきゃいけないっていうことではない。大丈夫。そうなんですね。もう裏が全部分かっちゃいますけどね。あらら、はい、あらら、ちょっと修行しに行きましょうかね。打ち合わせしましょうか、ね、今度。そしたら大きいイベントできるしね。はい、ぜひ。でもマジックの裏側って知ったらちょっと悲しいでしょ。いや、悲しくないです、僕は。ああ、はい、だって こっち、有名な映画で、はい、マジックのトリックを使った映画があったの、はい、
あれ何だった？ワイルドイリュージョン。ワイルドイリュージョン。で雨が一瞬止まって逆流するマジックがあるんだけど、そういう現象を普通にできるっていうの知らなかったね。普通にできるっていうのは普通の人でもできるっていうことですか？できるんですか？普通のあるものを使えばできるってことを知らなかった。そうそう、上から吸うとか掃除機ダイソンかよ全然違う。ダイソン吸引力同一性ですからね。あでも本当に言われたら、うん、あって思うんですけど、でも言われないとわからない。やっぱその気づけないっていうんですか、うん、ものすごい深いんですよね僕なんかだから仕事から人の盲点をつくのが仕事だからね。その盲点つながりでいいですか、うん、そろそろ、はい、あせっかく来てるんでゲスト呼ぼうか、はい、ゲストさん呼びたいんですけど、はい、誰から呼ぼうかってすごい考えてたんですよね今、うん、この感じで言うと、ね、一番真面目な人が呼んだ方がいいなって思ったんですけど、みなみちゃん行こうか。 OK です。はいはい、みなみちゃんこっちお願いします。お願いします。よいしょ、こっちにマイクもう一本あるんで、はい、はい、では紹介をお願いします。過去お蔵入りした動画の出演者です、はい、前回前々回ですね、はい、創作太鼓集はやての、はい、みなみちゃんです。はい、私那覇市拠点に活動しております、はい、創作太鼓集はやてのみなみと申しますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。太鼓どういったあのなんかそうですね、イベントとか、はい、いろんなとこにやったりとか、はい、もともとなんでこういうとこに参加してやられてるんですか？今沖縄にはエイサー2つに大きく分けることができまして、はい、1つは、まあ、皆さんが昔から見ているような伝統エイサー、はい、でもう1つが創作エイサーという新たなジャンルのエイサーが生まれまして、私はこの後者の創作エイサー活動を続けているんですね。創作の方ですね、はい、そうなんです、はい、できっかけとしては、まあ、子供の時にエイサーに携わって学校でも活動するようになって、はい、でも大人になってからそれがなくなってしまったから、はい、やっぱり何か物足りないなって思った時に、うん、昔一緒に踊っていたメンバーと大人になってからまた自分たちで発足しないかということで、すごい、はい、素敵です。21の時に、はい、団体が結成しまして、はい、今もうちょうど丸8年半のところに来ました。で、すごいのがさ、人数、創作エイサーとか言ったら、はい、太鼓集とか言ったら、はい、大人数でやりそうでしょ。そうですよね。人数聞いてびっくり。何人ですか今は4人で活動しております。もうこの人数はエイサー団体沖縄県内で最小人数。バンドみたいですね。そうですね4人ってだけど、4人でイベント行って盛り上げるんだよ、すごくね。すごいですね。そこはもうお客様も私たちも楽しめる演舞をモットーにもう8年半ずっと続けていますので、もうそこは人数関係なく逆にもう少数精鋭一人一人のパフォーマンスをお客様にもうぶつけて一緒に盛り上がりましょうねっていう魅力を伝えるっていう感じですかね。ありがとうございます。一人一人魅力をおっぴろげに、はい、伝えて踊り続けています。でこれからもずっともちろん変わらずに今のメンバーと、ま人数増えたら嬉しいことには越しませんので、はい、絶賛メンバーは大募集中です。あのお蔵入りの放送にメンバー募集もしたんだけどな、はい、したんですよ。でもちょっとお蔵入りので、ね、ピーだったよな。ピーをちょっと入れちゃったもんで、本当にその説はご迷惑をおかけいたしました。検索してもらって、はいはい、今までの活動とかもネット上で見られたりしますか？あ、はい、こちらもあの YouTube で、うん、創作太鼓集はやてと検索しますと、はい、すぐにあのはやての公式チャンネルに飛んでいきますので、ぜひぜひ皆さん Facebook も YouTube も、インスタ、ツイッターもやっておりますのでご覧ください。皆さんもね、だろ、慣れてるだろ、はい、この後のゲスト呼ぶの怖いよな。怖い、一番ちゃんとしてた。みんなちゃんとした方がいっぱいいらっしゃるから、最初は、はい、最初はちゃんとしたのを呼ぼうと。いや、すごいですね。どういったつながりなんですか？ちなみに元カノ。いやいや、それはちょっと 生放送でいいんですか？なんかそんなとは勃発しません、ね、そうそう、本当は、本当は僕が行った居酒屋さん、串揚げ屋さんに行ったんだよ。そうなんです、そうなんです。僕、くもじ海外を
あの金魚出して歩いてた時期があるんだな、ね、マジックで。なるほどなるほど、いろんなとこで、そう、あちこちでマジックで金魚を出してた時期があって、巡業してましたね、巡業してましたね。そこでたまたま行ったお店のつながりのお店の女の子だった。はやてまでつながったっ、はやて、すごい、ね、はい、すごいですね、人の縁って分かりませんね、どこでつながるかってね。もうジンさんとはかれこれもう4年とか経ちますもんね。そう、4、5年ぐらいの、はい、結構もう長いお付き合い。一緒にイベントとかはないんですか？まだない、まだないです。個人的に私があのイベントでジンさんマジック披露してくださいっていう依頼はする中ではあるんですけれども、イベントできたら面白そうですね、うん、なんかコラボしていただいたらね、太鼓からハトが出てくるとか、ね面白い面白い面白い、さっきのねポッポドンドンみたいな、そう、ポッポそうだね、今度はだって単独イベント企画してるから、はい、その時にちょっとね、本当そう入れても単独ライブちょっと僕が企画しようと思ってまして、来年そうなんですか、はい、ちょっと音とかもちょっと僕の方で作って、はい、ちょっとそのパッケージ化をして全国に行きたいなと思ってます、うん、やりたい、はい、ぜひ、ぜひまた何か生まれそうですね、太鼓の音欲しいですね、いいね、太鼓の音華やかしますのでよろしくお願いします、お願いします、はい、南さんでした、ありがとうございます、ありがとうございました。めっちゃきっちりしてますね、皆さんでしょ、バッチリです。今までのゲストの中でそんなのなかっただろこの後怖いですね、だろ、しかもアンダースの人ってもう来てないですしね、おい今 LINE 送った、いや怖いですね、放送始まったけどって怖い。さあ、さあじゃあ次のゲスト、今ゲスト2人、3名いて、こういう人1人は電話してる、はい、ってことは電話中なんで、はい、どうする、爆弾は最後に置いとく、爆弾は最後ですね、爆弾最後み、はい、なんか販売してるし、ね、じゃああのコウスケ君、あいいですね、入れようか、いいですね、はい、じゃあコウスケ君お願いします、お願いします、はい、お父さん、どうぞ、第17回ゲストに、17回ゲストのコウスケさんですか、コウスケさん、はい、バーコート、ラップが好き、いやいや、かわいそうに真面目なのにゲストに連れて、ちょっと自己紹介から、あ、いいですか、お願いします、はい、どうぞカメラ目線で、生年月日から言った方がいいですか、そうです、そこまで、そこまでは別にいいよあくもじでバーをやってます大城康介と言います、イエイ、はい、よろしくお願いします、お願いします。実はあれだな、僕なんか放送終了後康介の店飲みに行ったんだよな、あ、行きました、ありがとうございます美味しかったな、めちゃくちゃ美味しいです、まあ、ショートはいろいろ取られてて、はい、カクテルですか、はい、あ、カクテルの方、実はすごい人なんですよ、だけど、カクテルよりビーフシチューの方が美味しかったな、はい、昨日ちゃんと仕込んで今日はたくさん用意しています、あ今日からまた、あら行かないといけないみたいな、ですね、まあ行かないですけどね、どうしましょうビーフシチュー、でもすごく行った時に、はい、オリジナルカクテルとか、はい、すごく美味しかったんですよ、やっぱ繊細な味なんですよね、でもまあ大城さんも繊細な方で、はい、あのお酒飲んでるイメージあるじゃないですか、飲まないです、飲まないんですか、はい、飲まないっていうのの、まあ、カクテル作って味見ぐらいは全然大丈夫っていう、いやもうそれも今しないですね、しない、はい、素晴らしい、別にもう完璧ですよね、完璧です、うん、もうまあ理由はあるんですけど、はい、ただあのドクターストップやられたなって違うんですよ、違うんですよ、やられたなって飲まれていたっていうことですね、職業病、ま、35歳でやられたなってそうあるあるだよな、あるある、止める女性がいなかったんですよ飲食あるあるあらららら、飲食あるあるなんですよ、そうなんですね、お酒に飽きたんですよ、飽きたん、あ、もう飽きちゃったと、お酒に飽きた、次何に走ってんの、さあ無茶ぶり来た、そうですね、ゴルフ頑張りましょうかね、ゴルフですか今のちなみにスコアの方は聞きます、はい聞きます、ベスト115です、115ですか、まあ、まあ、いいじゃないですか、まあまあ、って言っても、まあ、これ微妙な微妙ですねこれからだな、これから90目指してでもあれちゃう、今から忘年会シーズンとかやっぱし予約とか忙しいちゃう、あそうですね、ありがたいことにやっぱり週末とかは、うん、結構団体のお客さん、じゃあ平日がまだまだちょっと空きがあるの、平日はまだまだちょっと空きは全然あります。ああ、せっかくだ、募集しとけよ。そうですね。ですよね。でカクテルとかも、はい、なんか好み、例えばこういうの、こういう味が飲みたいんですよって言えば、うん、作っていただけるんですか？はい、もうお客様の好みを聞いて。ああ、素敵。ちなみにほら、バーテンダーって人見て、はい、この方に合いそうなカクテルとかよく選ぶやん。私とかってどういうのがあります？そうそう、聞いてみて。合いそうなカクテル。いい質問ですね、はい。デレデレ質問だこれ。デレデレ質問だ。どういうカクテルが合いそう？やっぱり結構
大人びた感じなの、の雰囲気の、はい、結構もう綺麗、可愛いショートカクテル、ショートカクテル、ちょっと強めだな、ちょっと若干強めに、強めに、はい、辛口？ベースは？ほんのり甘くて、ベースはそうですね、キリッと、意外とジンとか合うかもしれないですね、キリッとジンとか、はい、そうです、どうですか、キリッとジン、いきますね、はい、いきますよ、なんかかっこいいな、かっこいいな、大人の女みたいな感じ、かっこいい、かっこいい、ちなみにちなみにあっちは？ビール、ザビールですよね。だけどだけどだけど2杯しか飲めない。通風だから。通風です。今年になったので。あら。はい、まあそのおどん話は置いといて。いやでも本当にいいお店で、もう雰囲気もありまして、はい、で僕も知ったのはマジックショーをしていただいてて、ジンさんが。はい、すごい雰囲気も良くて、はい、もうなんかまあちょっとまあプライベートの話なんですけど、はい、まあある女の子がいて。はい。これ誕生日だったんですよね、うん、それにマジックで演出していただいて、はい、そのバーでプレゼントを出していただいたっていうことをちょっとやりたくて、ちょっとお願いしてやったりとか、はい、あそういう、まあ、そんな感じで、はい、鳩を出して鳩をプレゼントに変えたんだな。そうなんですよ、ちょっとそういった鳩をプレゼントしたんだよ。違う、鳩をあの豊田さんが持ち込んだプレゼントに変えたって、はい、ってその子にあげるっていうちょっと気楽さげとをしたんですけど、すごいちょっと手の込んだ手の込んだことをしましたね、まあ、クソ野郎ですけどねいうので、はい、でもすごい美味しい。でバーの雰囲気めちゃめちゃいいよね、はい、めちゃくちゃいいですよ。なんかホテルのバーラウンジみたいな感じだよね、作りとか。本当ですね、素晴らしい。じゃあもう本当に思い出のあるバーですよね、はい、ぜひまた行かせてください、はい、ぜひぜひ。初めてですけど、はい、その時はジン、ま、ね、ベースの、はい、お願いしますキリッとしたやつ、さあキリッとしたやつね、アタルティ、アタルティのやつをね。さあ走行行ってるうちに、はい、先ほど遅刻したですよね。な遅刻したどうしましょう。遅刻してもあの遅刻したアシスタントが最悪ですね。いるよ。さあ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 来た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 、はいはいはい、さあさあはいはい来た来た、はいはい、違うの違うのよ遅刻したんじゃないのよ今までスターウォーズを見てきたの。おいおいおい2時間以上だから。違うのよ、本当はね、こっちでスイッチなんだ実は。今日悲しいけどスイッチ、次チャタンなんですよお仕事。知ってました？今聞きましたこの後チャタンの仕事があるんで、ちょっと初めにちょっと綺麗な、うん、目いっぱい出したけど、そう、綺麗なのいっぱい見せといて、うん、ね、おっちゃんのじゃあ、もうちょいへっこんどって。いや、あと5分間ちょっと。あ、5分間 OK。 5分、その間僕トイレ。じゃあ、次の、じゃあ本当はトイレ行きたいだけじゃねえか、はい、5分間しかないっすよ、うん、じゃあ聞きたいことあったら聞こう。じゃあ、じゃあとりあえずおじさん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。次、じゃあ最後のラスト、隣に座れる方を選ばないと、多分なんか喧嘩が勃発するかなと思って。そうだな、どうする、やっぱあの爆弾は避けとこうぜ。サングラスかけてる人どうですかいいねお呼びしましょうか、はい、じゃあノンフィクション作家、松永貴仁さんを、はい、はい、よろしくお願いします。アソビジネス、第3回ゲストですね。第3回のゲスト、去年ちょっと映画で、あの、サイ監督の沖縄を描いた男っていう本の、はい、まあ、原作をやられてます岐阜県出身の松永貴仁さんでございます。はい、まあ、沖縄に今住まれてまして、こんばんは、こんばんはこんばんはこんばんは今日こんな感じですけど、ラジオ出た時に、はい、松永貴仁さんでって言ったら、キリンですカロス今の芸人のあのキリンですっていうギャグから入ってきて、はいはい、僕らもうこの苦笑の方にどうしたらいいのかって思ったぐらいの重鎮の方です。はい、そうですね、っていう振りでどうですか、はい、今日は今日は普通に始まりましたね。今日普通ですね、今日ちょっと落ち着いてますね、はい、ちょっと、あ、こんばんは、こんばんは、はい、ちょっとまだスイッチが入ってないんで。緊張してるってことはないですよ、もちろんね。緊張はしないんですけど、はい、アルコールが足りないだけ。そうですね、エンジンがかからないだけ、はいはい、もう一杯ぐらいこちらに用意して、はい、いろんなこれ聞きたいこといっぱいあって、はい、実は僕初めてですか。そうそう、あ、どうも初めまして。初めまして、すいません、なんかいいご挨拶を。なので僕がいないアシスタントをしてない時の回に出演してるんだよね。そうですね、最初の方に3回目ですからね、はい、いただいて、まあ、いろんな、もうもちろんノンフィクション作家ですから、うん、いろんな本を出されてるんですけど、例えばワールドカップ出たあの日本の遠藤選手の本を書いたりとか。本の作家さんって、はい、儲かるの？ぶっちゃけ儲かります。もうやっぱり印税、印税ですので。あ、そうか、日本ではね、はい、儲かるって。本書こうぜ、本。すごいですよ、今度朝ビジネスで本書かんめちゃくちゃもう難易度高いですよ本は
だよな、うん、はい、まあ、書いてもね出してもね売れなきゃね、はい、そうなんです、ただの自主出版になっちゃうもんな、そうです、リアルな話するね、はい、リアルですよリアルですよなんか出版したの、はい去年台湾の方で、うん、沖縄美容料理っていう本を出版させていただいたんですよ、うん、中国語で全部書いて、うん、はい、私の方で、で台湾の方で、あ、こちらの方です、ね、見たことある方もいると思いますが、うん、全部これ美容料理、あの、もともと名前誰、私、あ、私ですか、リリアです、台湾の方でタレント活動してます、はいはいはい、はい、なので台湾の方で出版したんですよ、でこれがですね、本当に手が込んでまして、うん、全部ページカラーで見えますかね、はいはい、カメラに、はい、これ台湾で出版し、はい、あ、やったんだけど沖縄でも売ってんの、はい、あの台湾でしか売ってないんですよ、台湾でしか売ってなくて、じゃあ台湾語、他になんか中国語、あの台湾の反対字、難しい旧漢字の方の漢字で全部自分で打ちました、はい、アンダーミソとかいろいろ載ってます、うん、ですがやっぱね人口が違うので、うん、はい、ちなみに料理は大好きなの、料理好きですね、ちっちゃい頃からずっとやってるので、はい、こればあちゃんと一緒に作ったものが多いんで、思い出のレシピが載ってます、昔ながらのじゃあ家庭の味っていうの、そうですね、そうめんチャンプルーとかシリシリから創作までいろいろありますね、それを沖縄だよね、そうめんチャンプルーとか、そうですよ、沖縄の料理を台湾の家庭で再現してもらおうと思って、でそこから沖縄行ってみたいなとかって思ってもらえたら観光事業につながるし、そうだよね、うん、沖縄広めてるね、はい、沖縄向こうで広めてます、八重山台湾国際観光大使、はい、そうです、八重山、今呼んだだろ、はい、で僕も実は石垣出身なんで、うん、そうなんですよ、先輩なんですよ、はい、そう、かわいそうにこんな先輩持って、いや光栄ですよ、本当にもう応援したいです、はい、皆さんよろしくお願いします、本当に自己紹介遅れましたが、ということで高木さんの紹介はなしで、すいません、間ちょっと取ってしまいました、僕は今見えてないのかなと思いましたこの世に、ね、見えてました、この人間じゃないのかなと思って、見えてました、はい、はい、ちょっと面白いかなと思って、はい、本ないです、そうですよ、本作家さんなのに、はい、もう過去の本は僕は執着しないんで、かっこいい、名言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 、今年来年、俺は過去に執着しない、はい、あ、そうだ、来年3月に集英社から、はい、偏差値70からの甲子園、はい、文庫本、夏に、はい、まだ版元行っちゃダメって言われたんですけど、はい、沖縄を舞台にした行っちゃってる小説、はい、仮タイトル、18歳のマジムーン、18歳のマジムーン出版されるんですね、なんか題名だけ聞いた内容がちょっと気になるよね、めっちゃ気になりますね、マジムーンですよ、魂、魂で、年末にですね、はい、恋愛小説、うん、はい、おはい、めちゃめちゃ書いてるじゃないですか、来年も 3冊そうですね、はい、原稿はもう上がってる状態、まあ、上がってないですけど、はい、もう予定してるということで、はい、素晴らしい、これはね、もうすごい先輩です、大先輩ですよ、原稿上がってないけど今題名が出たじゃないですか、はい、そんなのもう頭の中で構想は、あのですね、うん、題名が決まってない以上は、うん、本は書けないです、お、方向性ということですよね、題名さえ決まってれば本は書けます、めっちゃ名言が、うん、頑張りますね、出ましたね、これ花村万華先生が言ってるんですかね、今ちょっといい質問掘り下げただろ、はい、最高ですね、高さん何年目ですか、沖縄、はい、何年目ですか、はいって9年目です、9年目ですよ、9年目、はい、9年、じゃあ私より詳しいかもめちゃくちゃ取材も何年もかけて取材をして、その元に本を書き上げて、だからマジ文とかもものすごいですよ、知識が本当に沖縄人も知らないことを知られてるんで、楽しみにしてます、大変ですよ、やっぱりあの本が映像化になると、はい、いろんなトラブルがありますからその話は例えばまだ違うところでいきますよ、ね、なんか、はい、いや、たぶん10時間言わないと聞きます、もう大変なんですよ、10時間大変なんですよ、本当にぜひまた今度ね、お時間いただいて聞けたらなと思います、はい、最高ですね、待ってくださいよ、せっかくだから僕とみっちゃん、みっちゃんじゃない、みつおさん、みつおさん、はい、ちょっとチェンジしましょうね、はい、みつおさん、みつおさん、はい、はい、あ、こんばんは、どうもみつおさん、全然今日やる気ないですね、ほがらかに、もう急に、いや、僕人見知りなんで、やっぱり、はい、どうも、もうちょっとじゃあ乾杯ですね、まず。すいません。で、後で。高木さん払いますか、大丈夫です。はい、はい、はい。すぐ払いますよ。乾杯します。乾杯、飲み物ください。飲み物一つもらっていいですか。お願いします。高木さん付けて大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ。
乾杯します。シーサー乾杯。シーサー乾杯ですね。はい。乾杯したら待ってました。ガオーガオーって言うんですよ。ガオーって言いながら、これ台湾で流行らしたね。これですか。あ、そうそう、みんなのこれは運気を上げるための、はい、はい、魔法なんで。はい、谷さん聞いてます。あ、聞いてます、聞いてます。はい、なんか今いや、おじさんなんでもうほら眠くなっちゃうから早っこの時間。いきます、いきますよ、はい、じゃあシーサー乾杯、ガオー、ガオー。今から始まったみたいだな。皆さん来るの遅すぎですね、今日。違うの。悩めるワコードが来てて、ちょっとアドバイスしたらこんな時間になっちゃったの。いやいや、もうシーサーアドバイスですか。シーサーアドバイスをちょっとして見たらこんなことになっちゃって。違う違う違う、いいことしてたんですけど。お兄さん違う、人助けですね。そう、でも救われた、一人救われたから。救われたから、うん、でもこっちは優秀なプロデューサーもいるしね。いやいや、でも久々に会うんじゃないですか。そう、もうひどい目にあった後ですもん ね。映画館でやりましたよね、スターウォーズでね。やってないでしょあれ、あれリアルな話、あれ行きました。あれ最悪だ、あの映画は本当に、今回のは。いや、焼いてるんじゃないですかジェラシーですか、今の。沖縄であんなの作ってくださいよ。ねえ、ねえって、顔が止まっちゃった。いや、今のやつよりは絶対いいのかける。おっ、すごい。それはもう楽しい。ふざけんなのよ、本当に。ネタバレしないように言うけど、これすぐ YouTube 上げますからね、バカ野郎。あんなのいいっすよ、さすが作家さんは。そのぐらいじゃないと、綺麗が半端ないっすね、やっぱ。納得いかないもんなの。おお、あんなね、最後に夕日見させられてね、ね、2つのあの夕日、納得いかねえよ。懐かしかったっすね、あの2つの夕日見てない？はい、今ネタバレっすね。ね、最後がね、2つの夕日はもともと、まあそうそう、もともと夕日が2つなんだ。夕日がね、はい、分裂。ただこの2つで落ちていくと同時に何かが起こると。そう。そう。そうっす。もうね、タトゥーインでしたっけ、何でしたっけ。いや、これタトゥーインじゃないんだけど。違う。あ、大丈夫、時間大丈夫？大丈夫。これ、まあ、この話は打ち上げでいいよ。あと2分ぐらいで。あ、大丈夫。はい、でも高兄さんの話しないといけないから。そうそう、ちょっとじゃあ話そうぞ、今の話。いい？ムイム作の、はい、ムイム作のバカどもが、はい、行動無形な作戦をして、はい、めちゃめちゃになったって話ですよ、あれは。スターウォーズ は、あら、すごいの、その作戦が。今までのスターウォーズだったら絶対うまくいって、イエーイってパーティーになるはずだったのが、エンディングハッピーですね。その作戦うまくいかないんですよね。うまくいかない、うまくいかないことによってでも起こる感動だったりとか、こいつ嫌なやつだなと思ったのが実はめちゃめちゃかっこいい、あ、そうかみたいな、日本人みんなが知ってるああいうスタイルでいくかみたいな。無駄がね、多すぎるんですよ、すべて。だ、この間羽生名人が衛星七冠取りましたけど、羽生さん、要するに年を取れば取るほどマイナスを削ぎ落とす、うん、要は無駄を削ぎ落とすことが一番シンプルで強いっていう、うん、それを真逆なことをやった映画です、それが今回の。はい、ただこれは何がすごいって、羽生さんの凄さって見てる人は分かんないですよ。羽生さんが昼に何食ったかそれしか見てないんで、お大事なのは、うん、この無駄が子供とかおばちゃんとか、うん、要は初心者にめちゃめちゃ受けてるんですよ。そうなんです、だから大事なんですよ、無駄も。ほら、おかしな、ほら違う、その無駄も大事なんですよ。あの凄さっすね、切り替えが今、うん、意味わかんない。スターウォーズの凄さは、僕らみたいなうるさ型の昔から見てたちょっともうね、めんどくさそうな人たちも納得させながら、まだ生まれて7歳と8歳の子が見ても楽しめるもんにしてて、うん、そうね。まあ多分、まあ、ディズニーの、ディズニーの要素が入ったんじゃないかなって今ちょっと思ったのと、そうそうそう、まあ、結局の親子喧嘩じゃないですか、あれってどう考えると。壮大なね。壮大な。宇宙をステージにした大喧嘩だ、親子の。はい、だからお金をかければいいってもんじゃないわけですよ。うん、ああ、制作費とか、うん、そうですね。でもお金はかけなきゃいけないんですよ。かけなきゃ、それは切実にそれはなんか、まあ、説明できないっていうことですね。自分切実なやつですね。はい、そう。お金をかけずに見切れ発車することが俺は一番許せないですね。ああ、もうなんか、あれ、これちょっと分かる人しか笑わないけど、俺は一番許せない、それは。僕もちょっと笑いを抑えてるんですけど、そうなんですよ。あ、恋愛小説。そっちですか。恋愛小説聞きたいですね。恋愛小説年末、これいい話ですよ。あ、お願いします。糸満の、はい、あの船漕ぐやつ、何でしたっけ、ハーリーですか。ハーリーの話です。はいはいはい、大丈夫。ハーリーを。いい話で、ハーリーで。ハーリー。ハーリーでその周りの頃。東京の女の子が、うん、可愛いの？可愛いんですよ。可愛い。まあ沖縄に来るんですよ。はい。で、うん、ハーリーをやるって話です。そこでの恋愛。女性が。うん。
物語、ラブストーリー。そう。沖縄の人と。全くわかんないでしょ今の話。何がなんだか。まあハーリーで、ハーリーを、ハーリーで東京の女の子がハーリーしに来て。あ、なぜハーリーをモデルにするしたかっていうと、ハーリーって何層もありますよね。ありますね。で、うちなんちゅうのハーリーもあれば、俺みたいなクソナイチャーのハーリーもあって、そこにアメリカ軍のハーリーがあって、その陸上自衛隊の。そういうありますね。まあ、要はそういう立場ね、グループ国籍を全部ね、なくした話も書けるっていう意味でハーリー。そうか、皆さん一緒にっていうのも。そう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 。あ、どっぷり恋愛の話ってわけじゃなくて。一応恋愛なんですよ。最初だけど、まあそれちゃんとそういう背景もしつつと。あ、意外と突発的に言ったら、ね、あんまりうまくないですけどね。うまくはないですけど。いや、僕びっくりしましたよね。なんか恋愛イコール高林さんのイメージなかったんで、ちょっと今、あ、こういうのも。僕恋愛体質なんですよ、すごい。あら。そうか。全然わかんなかった。トイラ君狙われてんじゃない？いやいや、そっち、あ、だからないですよ。わかりませんよ。いや、絶対そういう気はないですもんね、高根さんは。両方いけるんですか、やっぱそういう作家さんっていうのはなんか僕らのイメージでは。僕はバイ。ほら、バイ毒。優秀な人は。バイ毒。これそれそんな病気ですから。病名いただけです。病名いただけです。バイ毒でした。はい。ということで、バイデクの高野さん、ありがとうございました。そんなんでいいですか。先生、ここで終わっちゃうんですか。それじゃやばいなと思って。バイデクの終わりかな。なんかいい感じで終わりましょうよ。もう今じゃバイデクの終わっちゃいますよ。松永でした。あ、そうです。っていうので、もう来年いろいろ本も書かれて、バイデクの終わりとして。3月にはね。冗談で。来年いろいろ本を出されるということで、よろしくお願いします。ぜひインターネットで松永高野さんと検索をしていただければ、いろいろもうアマゾンといろんなところで本も売ってますので、ぜひよろしくお願いします。ですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、国土、国土何が、何が、あれですよ。ひよこ、ひよこ。あの、すごい品がありますよね。そうですか、ありがとうございます。これが国の時です、僕。あ、今のここから取材が入るんですね、取材っていうか、女性ね、品があるって言ったら、絶対みんな喜ぶんですよ。そうでしょうね、それはね、悪い気はしませんもん。すごい品がありますよね。ありがとうございます。これファーストステップさ、そう、次はセカンドステップあるんですかね。髪の綺麗ですねとか、セカンドステップってあるんですか。あ、品でも、あ、そっから可愛いとか美人じゃなくて、品、すごい品がありますよね。あれ、僕、印税がいくらとかって言わないですか。これ、数字言うんすか。いや、数字言わないけど、素敵な女性に会ったのは、実は僕はこれぐらい儲けてる不労所得が、あの得意のロイヤリティ、アッパーパンチ的な。印税聞きたいですか。これいいんですか、こんな生ラジオで。あ、もうお願いします。もう大丈夫、この人数しか聞いてないですから。でも一本ぐらいですよ。一本ぐらい。あ、1億ですかね。一軒円だよ。一軒って書きましたよ。おー、沖縄を代表するサッカーをなめんじゃない。一軒だよ。一軒。内紙はもう円でもなんでもないですよ。円でもなんでもないですよ、内紙。燃やすだけですから。面白いじゃないですか。そんな素晴らしい作家さんに来てもらって、本当によろしくお願いします。何のろくでもない話をいっぱいしてもらって素晴らしかった。いや、それが大事だと思いますよね。すいません、生の作家が見れるなんてめったにないですからね。ないですよ。わざわざありがとうございました。本楽しみにしてます。よろしくお願いします、本当に。急に。じゃあ、ありがとうございました。どうも、本当でした。ありがとうございました。最高です、ありがとうございます。タカリン恩師でした。はい、水戸さん、次はですね、まだ帰ろうとしてる社長さんを。あの一番可愛い子。可愛い、可愛い社長さんを。あのギャルみたいな。あのお父さん見ます。第9回ゲストで来ていただいた、沖縄テクニカルの砂川みっちゃん社長です。はい、出た。もうね、もうさっきからね、可愛さが溢れてて。はい、よろしくお願いします。言葉知ってるあの方を。ひよこ連れてきてた人ですよね。ひよこ、可愛いっすよね。みっちゃんさん、こちらで喋ってもらってもいいですか。みっちゃんさん、もううず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 じゃないですか。みっちゃんさん、みっちゃんさん、こちらです。たーさん、今回20回目なんですけど。20回ですよ。初めてのラジオで。あ、うずうずう、サービスが、サービスが良すぎる。なんて可愛い子が来たんだよ。浮島のなんかの鳥、そびつお、サービスが、サービスが。すいません、小羽倉中学校でしたっけ。小倉中の校歌を
ラジオで確か歌うっていう。小倉中はマンゴー公園のほとりにあるからですね。あら今日は 島通りですね。で、そんなもうみっちゃんさんなんですけど、コハグラナンバーワンの、コハグラナンバーワンの一番のギャルが来てくれて、はい、実はですね、沖縄テクニカルの代表取締役で、はい、嘘みたいでしょ、もう年間もうめちゃくちゃ稼いでる社長さん、ね、くださいね、はい、名刺見せてください。かわいい、こんな私こんな感じでずっとやる人なんですよね。でもですね、本当仕事、昼間僕一回電話したことあったんですよ、はい、なんか用事で、はい、そしたらそしたらですよ、めっちゃ真面目なんですよ。あとで電話するから、今ちょっと直してるから、この仕事何をかやってて、なんかこう双子がいるんじゃないかなぐらいの、ね、このオンとオフ、はい、5時からなんか高田純次的な、なんか沖縄の高田純次みたいな感じなんですよ。あ、すみません、仕事を紹介します、はい、趣味、エイサー創作やってます。で、くもじでバーをやってます。よろしくお願いします。今まで話全部嘘じゃないですか今で、あいまいまに作家してます。で、その寝てる時にブユーブヨーでシーター作ってます。ライバルじゃないですか。ライバル負けないぞ。もううるさいわ、適当なことなんか言って。僕は今までもうこのギャルはちょっとほら今ちょっとギャルってるから、あれだけど、沖縄テクニカルさんのちょっと業務内容先に、ですね、コピー機、はい、印刷、そういうのもの、うん、修理、そうって社長、はい、もういわゆる技術者なんですよね。いろんな大企業さんともお付き合いもあって、ダメです、そういったダメです。あと10分。印刷機器とかの修理を専門にやってるんですけど、はい、悪いけど、かわいい、かわういい、職にしてる、はい、ということで、かわいいカメラで、株式じゃなく有限会社なんですよ。はい、僕の京都有限会社は2006年後にからちょっと廃止されてるんですけど、要は10年以上も続いてるってことと、はい、有限会社って立ち上げの大変、今の株式より大変なので、うん、かかやっぱりすごい、やっぱ仕事を好きかもよ社長好きかもよ、あいつものすごい、その社長としても食べられちゃう、そういう資金を集めて実績を上がって、マイクは口元でお願いします。おぉ、すごい、すごい人、ベルベットアンダーグラウンドみたいな、すごい人ですね、すごい方なんですね。ぜひ昼間今度電話してみましょうかね。電話してください、ね、本当真面目に答えるので、昼間の今度1時ぐらいに電話します。社長しか笑ってない、会社の方に1時頃電話します。女性は電話すな。キャバクラ姉ちゃんが電話って大騒ぎだったから。あ、で、奥さんいるんですけど、え、嘘、第前のラジオで奥さんがそのラジオ聞いたんですよ。エコーなんですね。途中初めのそのこうハグラノで入った瞬間に奥さんが聞くに耐えないで切ったらしいんですよ。すごく仲いいでしょ。まあ当然家も鍵閉められて玄関で前の犬小屋で寝るとか。仲いいなおい、そういうプレイだよ多分。いや、稼いでる社長は犬小屋かなとか一瞬思ったりしたんですけど、うん、でも人ほどで多分そういうのが興奮する。でもすごいんだぞ犬、朝3個番組私の体でマーキングしてた。そういうプレイだから幸せなんだよ多分これは。で、いや絶対しないよ。なんてお前ごときと俺が絶対しないよ、絶対。俺はギャルじゃないんだ、俺がスナコは。靴あげろじゃん。え、もうこれもう信じられない靴だもん。え、でも待って、兄さん、兄さんのいいこと言おうとしてるけど、ことごとく兄さんが邪魔するから。そうですね。嫌いじゃない私。知ってる知ってる。マイク。嫌いじゃない。あ、ちょんまげ。そういう社長です。いや、優秀な人はやっぱり。多分これ聞いて見てわかると思うけど、これが優秀なんですよ、うん、これが優秀。この理論なん僕は知ってますよ。何もかけてない。いやいや、こんなことは普通できないですから、うん、だってさっきタカリンさんが出ててコピー屋さんのエンジニアが出てきて、はい、これですよ、僕の手相を見てるんですよ。肉球がない。肉球ないですよね。猫じゃあればいいし。僕はあったらこれですよね。どうも人間に近いらしい。怖い。人間に近い。一応マイクを言わなきゃいけないの。そうなんですよ、はい、はい、力に近いと思う。しゃべらん。あー、さすが。これは高度なギャグですけど、まあ絶対伝わらないですね。いや、本当に、うん、伝わ
ったかな。絶対伝わらないけど、うん、これが多分怖すぎる。怖すぎる。スター・ウォーズの凄さの多分僕の中であるんだなっていう。あ見ただけでも面白いけど、近くにいるともっと面白いっていう。圧がすごいですよ。近い近い近い。圧がすごいですよね。ああ、3D が近い。こんな 3D いらない。リアルな 3D が。これ俺が女の子になっちゃうから普通こうだろ、逆だろ。そうです、朝まで、ね、朝まで続きますからね、このテンション。遊びですだから遊びです。ビジネスはしようよ。あ、そうそうそう、兄さん兄さん、最近や、あ、ここマイクはこうしてまで。違う、違う、マイクが近くで、うんうん、最近兄さんが始めた新しい自分の好きなことでのビジネスってありますか。いや、仕事趣味だから、うん、遊びだから。何してますね最近。違う、だからその中でも一番新しいやつ、遊び遊び。僕が考えたコピー機でこんなんどうだろうとか、なんだろうですよ。あのさ、東南アジア系の人が、いや新規話だ、コピーっていうのは最新的な問題だ、はい、輸出しようっていう、お東南アジアに。その話があるわけ。おお、その人うさんくさいわけ。おあんたよりもうわけわかんないですね。どっちがどっちと思ってる今どっちがどっちが出してるんですか今。いやでも、いや向こうが来たっていうのはやっぱりほら会社の数字見て来てるからあ、なるほど。こんな人来ると思ってないから。実績待って、売上実績待って。年収380円。年収380円。もう80億とか言わなくていいから。犬以下でしょそれは。でそういう人来ました、はい、そこでどういう話をしたんです。どうですか真面目な話。やっぱり以下さんできないじゃん。そうですよ、もちろん、わざわざ来てくれたんですから、ね、前に。あ、今日まで経営なんとかで小冊子が 毎月来るわけ、うん、はい。あの100円コンビニ、あ、100円なんだっけ、100円コンビニじゃない、あの100円でみんなある100均100均じゃない、ん100均でコーラとかみんなあるやつ。え、黄色い自動販売機。自動販売機。そえそこ出ないんすかあれね、その会社ね、そこ出ないその会社付き合わんの俺いやいや、すごいよな。あれすごいんですよ、100円の自動販売機。あれ読んだら、はい、あの各都道、沖縄でそれやるってのすごい。ダントツなんですね。ダントツ100円以下ですから、ね、自分が考えてるよりも他がこう儲けるっていう。え、私何を狙ってるの。カナダ。お前の話だろいや、アジアのコピー機どうするかの話ですよ今。お前が喋ってる、ね、なんで自動販売に話したんですか意味が分かんないですよ。戻りましょう戻りましょう。自動販売コピーするのかと思いましたよ今。あの東南アジアは、はい、あの中国とかのフィリピンとかはダメだけど、はい、内陸はすごいんだよ。ただ車はダメ、うん、車はダメ。コピー機はいけるんですか。左ハンドルだから変えないといけない。変えなきゃね。でそれを分解して密輸入、それが密輸入してダメさっていう話。え、お前の会社に関係ないだろ全然。最終的にお前の会社の話をしてんだよ今。犯罪者の話ですよそれ。そうだね、社長の会社の今話を誤解されますよ。密輸入してるのって。車の密輸入の話じゃなくて、そうそうそう、社長のいい感じの。そう、もちろん社長の。社長が今4Kを設けてるから。はい、水さんもういいです。間違いない、もういいです。じゃあもう解散解散っていう、あの沖縄的からの謝罪でした。はい、あら可愛い社長、かわいい。女の子はい、もう時間ないんで最後脚本家の山田さん、ぜひお願いします。お願いします、はい、もう安心、安心の。これ俺出んのよかったよはい、やっときましたね。もうほぼ黙ってて大丈夫ですね、僕ら。山田さんはもう、はい、この麻生ビジネスに、はい、アシスタントとしてもう5、6回ぐらい。いやいや、こんな先輩アシスタントにする俺らの贅沢感、はい、贅沢に来ていただいたんですけど、はい、実はものすごい沖縄を代表する素晴らしい脚本家の方でして、マーベルらしい、まあ、龍神マブヤをはじめ、みんな素晴らしいですけど、沖縄の怖い話、はい、沖縄の怖い話、はい、奥さんがすごい若くて綺麗なの。奥さんは僕と同年代、本当にさんも若い、もうなんかバチが当たればいいのにあって、実は来年も、来年4月から、はい、うるま市を舞台にした闘牛戦士ワイドっていう作品が RBC で公開するんですけど、まあ、放送するんですけど、それの、まあ、脚本と、まあ、企画をやって、あー、あちらですね、はい、ね、やって、僕もちょっと企画営業ですと手伝ってたんですけど、一緒にこちらですね、やりながら、ちょっと、はい、とにかく俺も絡まして、そしたら全員出場になるから、これ遊びですがなんか俺グッズ展開、グッズでしたよね。でもここだけないですけど、シーズン2の
実はもう2が、はい、これは2の話が来てるの、はい、あるんで、チャンスありますので、はい、それ踏まえてあれを黙らせろ、はい、ちょっと真面目な話を置いといて、まあ、ちょっと遊びですね、遊んでいただいて来ていただいた、まあ、山田さんのお話を聞きたいなと思って今年の、はい、お願いします、自己紹介。山田と、はい、山田と言います。で、あれが聞きたかったんですよ、さっきタカリンさんが、はい、なんていうの、くどき言葉を言った時の反こうどう思ったか聞きたかったんですよ。お前もか大丈夫かこれ、こうどう感じたか。でも私に質問ですか、はい、はい、どう感じたか、はい、どう感じたか、はい、高林さんが確かあ高林さんが品のある方ですね、はい、っていうふうに言いました、はい、した時に確かにそういう聞き方、言われ方をすると、うん、急にあどうしよう、どう答えようと思いますね。綺麗とか可愛いとかって女性の方って好きも結構その普通に聞かれるじゃないですか。その時ありがとうございますって軽い感じで答えるんですけど、品があるって言われると、はい、あなんか私ってなんかもうなんかいいかもって。豊田君はどう思った？僕ですか？上品な方ですねって言われたら。そう、上品な方ですねって言われると。めっちゃ嬉しいですね。嬉しいですよね。嬉しいですよね。だってそれって、それって、嬉しいですよね。同じこと言ったら。キュンってしますよね。だってそれって見た目の顔とかというじゃなくて、火っていうの中から出てくるもん。それを褒められたっていう感覚があるので、オーラを。はい。うちの占い師が。はい。その内情を全部解くからこれもう本当にスターウォーズ見てないわけですよね。スターウォーズですか？スターウォーズはフォースの話ですか？今8まだ見てません。そうですね、7見ました。あれを見ないと品というものは理解できないですよね。もう品位っていうのは品位覚悟だから。やっぱおじさんの話になっちゃいますよ。おじさんの話になっちゃうけど。ああなっちゃうよ。そうです。この品位っていうのは、はい、どうしよう。本当にスターウォーズなんですよ。スターウォーズ、はい、うん、をやっぱ見てほしいと思いますよ。はい、3D で、3D で、3D で。一緒に行く？メガネかけて。一緒に行く？8ですか？え？今？今やってる。今やってる。今やってるよ。行きましょうか。行きましょうか。こういう綺麗な人ほどああいうスターウォーズを見てほしいですよ。行きましょう。いやもう、品位。素晴らしい。あれ違う。スターウォーズの美しいエッセンスを上手に世界基準に持ってったんですよね。日本のなんじゃあれ、なんなんですかあれ。まあそれもこれ今これ難しい。俺ちょっとこれ兄さんできないから一個だけ言うと、スターウォーズってシリーズ何年続いてると思います？え、何年でしたっけ？結構もう今年で多分1979年が最初なので38年か。30年ですよね。はい、はい、記憶にあるこの30何年ですよね。はい、はい、こんな続いてるシリーズがないわけですよ。これが今もって CG によってもう最先端の映画になるんですよ。古い映画ではなくて、これだから言ったら極端な話言うと、まあ、マドンナみたいなもんですよ。いやもう違う、これ伝統工芸なんですよ。伝統工芸です。伝統工芸、うん、だからうちもパクリマン。山田さん、もうあと2分しかないので、この話をするとあと3時間なので止めます。いやいや、そう、そらそらプロデューサー。なぜかと言いますと、スポンサーの紹介のチラシをわざわざマジさん作ってくれたんで、はい、うわーすごい、紹介します。どうぞ出てください。僕と変わります。一瞬変わります。はい、一瞬変わってください。あと1分、これ時間がもういっぱいいっぱいなので、はい、紹介します。これ作った方がもういろいろ楽しくて、はいはいはい、話した沖縄遊びのやつで実はスポンサー紹介をしたいと思いますので、こっち来てもらって、はい、こっち来て、仁さんこっち来て、カメラまずはこちらに福井団沖縄の義務社長がやってる、これはもずくを使ったサプリメント。そう、今日商品はないんだよね。はい、次行きます。はい、次、サン沖縄ユニフォーム。こちらは業務用制服を作ってる会社ございます。はい、これあれあれだ、あなたの思いを形にします。はい、で、キャッチですね。で、今月から、新スポンサー赤丸荘、こちらのアンダースあっちにありますね。そう、はい、沖縄の味を支える老舗の調味料屋、はい、しかも今日来ていただいた、効果を歌ったテクニカル沖縄のみっちゃんさんも、はい、今月からスポンサーに、ありがとうございます。今月からスポンサーです、みっちゃん。はい、テクニカル沖縄、はい、みっちゃんよろしくお願いします。ということで来年も頑張って沖縄遊びネス、来年も頑張っていきたいと思いますので、はいはい、また新年会ありましたらまた皆さんよろしくお願いします。はい、MC サッチとジンさんとミトさんで繰り広げました。はい、遊びにです。どうもありがとうございます。はい、幸せだね。